皆様こんにちは。今回は Get Ready With Me をやっていきたいと思います。スキンケアは終わってます、いつも通りなので。でこれ、ここまでをここまでは飛ばしていいぐらいいつも通りちょっと暗いんですよね。電気も何もつけてなかったよ、そりゃ暗い。お、そんなことある？これが本当になくなってる。んで、ファンデはこれ、もうこれもね本当にあんまりないの。クリームファンデの普通の肌のってやつ。いや充電持つかな。今2個あるんだけど、その旅行に行った時に撮ったまんまの充電なので持つかな。旅行もね本当に癒された。私まあその動画の時でも言ってたと思うんですけど、本当に山が好きで、なんかさ、疲れると海に行きたくなるとかっていう人もいるじゃないですか。私はそれがね山で、本当にこう山の中に入って、普通に車でね、道路でね中に入って窓を開けて空気を吸うっていうのが一番私の本当のリラックスなんですよ。なんかこの家とかでもお風呂に入って、ゆっくりお風呂に入って汗をかいて外出てちょっと好きなもの飲み物飲んだりしてリラックスっていう方法もねあるし、もちろんそれも癒されるなと思うんだけど、それってやっぱりなんか本当のではなくて、私的にはだから本当に心からなんていうの、心がほぐれてる感じがするのがその山の中で入って深呼吸をすることなんですよ。なんかもうね本当に疲れてる時は泣けちゃうぐらい、涙がわーって出るぐらい浄化されるの。本当に私多分ね山で生まれたんじゃないかなって彼にも言って、なんかハハハって言ってたけどめっちゃ流されたけど、なんか本当にそれで山が好きで、だからで海ももちろん好きなんですけど、こう見たりするのね、見たりするのも好きだけど、私的にはすごい綺麗な海に入ったりするのが好きなんですけど、だから海と山がどっちもあるものがところが好きだから、私ハワイ好きで伊豆が好きで、沖縄が好きなんですけど、山が必ず、海だけ綺麗っていうところよりも山があるところが好きで、もう本当に真裏ぐらいに山があるところが好きで、だからすごいね疲れた時はね行かないと山に持たないんだよね私精神的に。でこれでノーズシャドウ入れてきますから、ポップ。皆さんあります？そういうの本当になんていうの、なんか呼ばれてる感じがするなっていうとこあります？呼ばれてる感じがするとか、あとは疲れたら絶対にここに行きたくなるとか、そういうのってありますか？私はね山なんだよね、まあ、あの空気が凛としてる感じ、澄んでる感じがの空気を肺までグワーって入れて深呼吸するともうね、なんか一気にもうクリアになるの私の体が。だから山に住むのもありだなとは最近思ってるんだけど、でも家族がやっぱりこっちにいるからそれは私的には不可能でなんか結局山に行ったところで考えちゃうから、大丈夫かなとか。そうだからやっぱり家族は近い方がいいなってそのいざとなった時にね感じるから、それは不可能だから、なんか本当に長期でなんかホテルステイなりそのキャンプなりコテージとかねに泊まってちょっとリフレッシュして、でもかつ仕事もしながらこの YouTube とかも編集しながら過ごせるっていうのが一番ベストかなと思って、ちょっとそういうのもね今視野に入れてる。だからコロナが流行り始めて職場
あのリモートワークがね増えて、職場に近くある必要がなくなったからね、結構なんか東京離れとか聞きますよね。田舎に帰って田舎に帰っても同じ仕事ができるっていうことで、なんかそれすごいわかるなと思って、まあ私はずっとその都会の方だと思うんですけど、生まれてからね。だけどね、結構私はやっぱそういう自然に囲まれたくなるんだよね、疲れると。まあ疲れてなくても常に自然には囲まれていたいんだけど。でこれで眉毛描きますね。なんかね、そういういい案が、いい方法ないかなと思っております。だから本当に極端な話、私は田舎でなんかのんびり暮らすのが、だから私は本当に田舎というか自然が多いところでのんびりこう、ただ私ただただのんびりするのは多分向いてないんですよ、あの性格的に。なんかしたいなって思っちゃうから。だから自然に囲まれてる場所で仕事をするっていうのが一番合ってるのかなと思う。まあそこになったらなったでまた違う考えになるのかもしれないけど、私そこまであの都内に出たりすることって本当にめったにないんですよ。1ヶ月に1回あるかないかぐらいだから、そういうのが恋しくなることって多分あんまりないと思うから、となんか都会が恋しい、都内がなんかこう人なんていうの、都内が恋しいなとかこれ使います、ナターシャのパレット、恋しいなとかあんまり多分思わないと思うんですけど、だってね、今どこにいても自然がいっぱいなところにいても車でパッて走ればね、買い物もできるし、ここをベースにしてますね。そう、なんかね、ちょっとそういうのも考えたいなと、考えたいというかこう過ごし方を変えてみたいなと思ってます。そう自然に囲まれて1週間とか2週間とか過ごしたいなとか思って、やっぱこっちに帰ってくると、まあほっとするところもあるんですけど、自分の我が家だからね。だけどやっぱふうみたいな、なんか現実戻ってきたぞみたいな感じになっちゃうから、なんかせっかくね、どこにいても仕事ができるから、ちょっと場所も選んでみようかなと思ってます。なんか私最近このファンデーション、メディアのファンデーションでも標準色なんですけど、それでもなんかちょっとここの首と合わない時があって、暗いなって思う時があって、だからちょっとここ何日かこれ使ってないんですけど、これちょっと暗いから、そしたらこう首の後ろ、こう本当にここら辺から後ろがもう黒くて、だから後ろからの日差しにやられてるんですけど、びっくりした。さあ、この赤みカラーを二重幅に入れます。今日はちょっと簡単なメイクにします。今日はお父さんがまあ、毎年そうなんですけど、誕生日になるとなんか買ってあげるって言って一緒に買い物に行くんですけど、連れて行ってくれる日なので簡単めにメイクしますね。でこれでナターシャのパレット本当にいいよね、発色がすごい。他のパレットのね、他の色も欲しいんだけどやっぱ高くてね、今買えないからこれを駆使しております。そしたらこのラメを上に、黒目の上に全体的にのせようかな。でこの間ね、お誕生日のメッセージをたくさんいただきました、ありがとうございます、インスタグラムで。でなんかやっぱ皆さんが言ってくださるのが、あ、でこのエルフのスティックをちょっと目頭に入れます、ゴールドカラー。その前回のゲットレディウィズミーでも言ったんですけど、感慨深い、しーちゃんが27なんて感慨深いですみたいな、多分すごい初期からね見てくださってて
ていうお声と、あとあのチットチャットとかで私がありのままに話しすぎて、あのそういういいところじゃな、いいところだけじゃなく悪いところ、悪いことがあった時もなんか全て話してくれるから、本当に本当に信頼してますっていうお声もねいただいて嬉しい。ただ私がみんなに聞いてほしくて言っちゃってるだけなんですけどね。ねとか言って嬉しいですと言ってもらえて。でも確かにね、私がこの動画を YouTube を始めたのが21とかだったかな、20歳ではなかったかなとかでね、もう6年ぐらいやってるんですけど、こんな本当に好きなこと、なんかそれこそ流行りとか多分見たいものとかもあったと思うけど、皆さんがね、あこのコスメ流行ってるから使ってほしいなとか多分あったと思うけど、私は好きなものじゃないとやっぱり動画で温度差が出ちゃう。なんか温度差が出ちゃうから、やっぱり好きなこう海外コスメだったりブランドとかメイクとかやってた方がすごい私は楽しくって、楽しくなきゃ私結構続かなくって、だからね、いろいろ見たいものはあったと思うけど、そんなに私に共有することなく好きなことをしてる私を見守ってくださってる皆さんのおかげで本当にここまで続けられてると思って、そう27歳になってなんか改めて振り返ってみると、私がただ好きなことを発信してね、あのすることは簡単だけど、ただ見てくれる人がいないと続けられないわけで、いろんなお金面とかね、収入だったり、私はこれを仕事としてやってて YouTube をね、まあ、趣味仕事みたいなすごい幸せな位置にではやらせてもらってるんですけど、なんかやっぱり私が始めたての頃、仕事は YouTube 一本ですって言ってた時よりはそれが言いやすくなったんですけど、私の仕事は YouTube ですっていうのをね、絶対に当時も私すっごい言われたんですけど、なんならちょっと叩かれたぐらいの時はなんか本当に簡単に考えてますね、人生みたいな、人生舐めてますねみたいな感じで言われることが多かったり、なんで社員にならないんですかとか、社員を目指したことはないんですかとか言われることが多くて、でも今時代が変わって YouTube でね、仕事 YouTube を仕事としてやられてる方が本当に増えて、すごい人たちもすごく増えて、 YouTube 一本で生活してる人もすごく多くなったじゃないですか。そのおかげで私もこんなに言えるようになったんですけど、それまではすごいそういう質問とかも一切話してなかったんですよ。私 YouTube 一本ですとはあんまり言ってなかったんですけど、前から見てくださってる方は知ってるかなってぐらいの感じ。あ、今これ練りました。ちょっと私編集してて忘れちゃう時あるので、使ったものこれ使ったよっていう私へのアピール、編集の。そうだから、そう仕事としてやってる以上やっぱりお金が入ってこないと続かないわけで、もうね、だからもっと他にやった方がいいのかなとか思ったけど、そのなんていうの、今流行ってるものとかをやった方が伸びるかなとか、数字面すごい私も気にする人なので、実はね、こんな好き放題やってて、でもやっぱり私がそういう流行りものをやったところでそんなに見てもらえないんですよ。まあ検索ワードとかでね、あの来てくださる方はいると思うんだけど、やっぱりそれでもそんなにで、で私も本当に好きなものではない場合もあるんですよ。流行ってるからって使ってみたけど、みたいな、もうちょっと発色いい方がいいかなとかっていう時もあるから、なんかその労力と見返りじゃないけど、そういうのが合わないことがやっぱ多々あって、もうダメだと思って、私は私の好きなようにやろうと思って、でそうした方がもう私の視聴者の方はもうこういう恋の待ってたよって、しーちゃんの恋の待ってたからねって言ってくれる人が本当に多くて、もうさ
やっぱ類友なんだなって思いますよね。好きなものが似てくる。でもまあそれで好きなものが似てるから検索してね、見つけてくれてこう見てくれてるわけだと思うんですけど、これねサンバスクだからさ、なんかこんな、そう、それをね考えたのが、なんでこういうことを言ってるかというと、まあ私が27歳になってそうやって皆さんに感慨深いとか、しーちゃんの動画ずっとしーちゃんの動画だけを欠かさず見てるよとか、あの塩願い本当にいっぱいしてるよっていうコメントをたくさんいただいて、もうすっごい嬉しかったのと、あとは私がこの間ストーリーにも載せたんだけど、私が唯一見てるゲーム実況のワイワイさんっていう人がいて、その人が10月1ヶ月ぐらい動画更新なくて、私もすごい心配してたんですけどあれと思って、でしたらワイワイさんもその動画でお話ししてたのが、まあ本当に私と似たような考え、ワイワイさんも好きなゲームばっかりやってるから、そうこれでいいのかなって悩んじゃって、なんか求められてるものと自分の好きなものをやり続けるのはどうなのかなっていう葛藤があったみたいで、でも結論自分の好きなことをやるっていう感じでおっしゃってたので、なんかそれを見て私もすごい同じだったんですよね。なんか前回も今後についてのお話をした時に、私需要あるのかなって思っちゃってて、なんかやっぱ流れがどんどん変わっていくにつれて、私は好きなものが全然変わらないからなんかね、やっぱり新しい自分の参考になる人ができたらみんなそっちに移るのは当然だし、私もそういう人だし、あとはコロナもあってメイク動画の需要がそこまで前ほどいらないのかなって思ったら、こんな濃いメイクいらないのかなって思ったり、海外行けないから海外コスメの動画出しても通販がちょっとあんまりだなっていう人の参考にならないかなとか、リップスウォッチ、私の動画リップスウォッチもすごい好きだけどね、そう、もうこれもあの重なっちゃうからあんまり言わないけど、そのやっぱ前職買って紹介っていう金額すごい、だからマイナス続きだったんですよ正直ね。正直マイナス続きで、ああもう需要ないのかなって思っちゃってたんだけど、やっぱその27歳のね、お誕生日の時のメッセージとか、そのまあワイワイさんにね勇気づけられたっていうのもあるんだけど、まあ私は好きなものをちょっとずっとやっていこうと思う、そういう感じでやっていこうって思いました27歳も。で Vlog とかで最近上げてるんですけど、そしたらね頻度もちょっと上げられるようになって、この間の Get Ready でも言ったんですけど上げられるようになってきて、だからなんか森の中で、森の中でって何って感じだけど、私の好きな森の中に行ってまあひたすらメイクしてもいいかな、なんか楽しいかなとかも思うんだけど、27歳も好きなようにやりたいと思います。もっと好きなようにやりたいと思う。なんか結構いろいろ考えすぎちゃうので、私好きなものを好きなように好きねやりたいと思います。したらね、リップマージーのリップをねいただいたんですよ。このノワール、このシリーズ、新しいシリーズなんですけど、限定なのかな。のね、ちょっと深めの赤リップ系が多かった気がするんだよね。マージーのリップ私大好きで、前もリップレビューいっぱいやってたと思うんですけど、本当に好きなの。ほら可愛くない？マットだよね。この一番なんだけど、かわいい。ちょっとグラデーションリップ的なやつやっちゃおうかな。これでちょっと広めに、なんかパウダーっぽい感じですね質感で。この中心に、そうだから、そうこれからも好きなように動画をアップしていきたいと思いますので、ちょっと濃いメイク好きそうなお友達とか知り合いとか、あとちょっと海外コスメが好きそうな友達とか知り合いとかいらっしゃったら、こういう動画上げてる人いるよって、ちょっとね、ちょっと
ちょっとピュッて言ってもらえたらすっごい嬉しいすっごい嬉しいです。そしたらはい、でティントの25番をちょっと内側につけます。かわいい、めっちゃかわいくないですかこの組み合わせ。マージーは本当に私はね好きなの。特にリップすごい信頼してます。新作が出るたびに可愛いし、こんな感じです。はい、すっごい私今寝癖まみれなんですけど、こことか90度ぐらいにカクーンってなっちゃってるのでちょっと直して、コーデに行きたいと思います。はいはい、コーデはこんな感じです。ちょっと、ハイサイさん、ハイサイパイセンがついてましたこんな感じで、まあ何年も前のハニー、私が大好きだったハニーのトレーナーで、この中はどこのか忘れちゃったんですけど、こうレイヤードして下に見えるような長いロンティーにゴゴシングのスラックスベージュ、このベージュを合わせることでちょっとちゃんとしてる感があって、で縦のセンターラインみたいなが入ってるとすごい細見えします。でこれにまた私はもう最近はナイキのエアマックスしか入ってないので、ナイキのエアマックス、今日はねそんなにこう、まあ、最初も言ったけど気張った感じじゃなくナチュラルな感じだから、私本当に普段着はこんな感じです。でこれがおう、これがデニムだったりスカートだったりするんですけど、もう基本トレーナーはもう秋冬は私はマストです。でこれに慣れてしまうともうこれしか使えないです島村のお財布バッグ、この中にリップ入ってて、こっちに全部お財布になってるので、そのままカードとかも入れられる、あのポケットとかついてるので、でこれで消毒だけはこれに入らないので、ポッケに入れてポッケに入れておきます。まあ買い物だから結構そういうところって、あのお水入る前全部消毒があるから、まあなくてもいいんだけど、やっぱご飯時とかちょっと気になるよねって感じなので、絶対消毒は、持っていきます。このビオレのガード消毒スプレーをポッケに入れてで最近マスクはねこれ使ってる、アイリスオーヤマのデイリーフィットマスクブラウンの S サイズ、これね5枚入りでもまあちょっと私的には割高かなと思うんだけど、すごいフィットするし長時間いいし、こんな感じになってて、ですごい私丸顔なんだけど、こういうタイプ、やっぱこういうのよりは私はここまであるやつの方が丸顔が緩和される気がするので、これが最近お気に入り、こんな感じ、ちょっと横から見るとこんな感じです。はい、ではこれでゲットレディーズミーでした。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。